塩結びにするのにすごいハマってますね。あうん、うん、思ったよりちょっと大人の味がしましたね。はい、お米消費拡大アンバサダー、今年は2年目なので、まあ学校でいうと2年生と思って、ちょっと去年よりはもうちょっとお米に対して実直に真面目に向き合っていけたらいいなと思います。このお米消費拡大アンバサダーの名に恥じぬように一生懸命活動してまいります。そして一緒に皆さんお米たくさん食べましょう。よろしくお願いします。私はこの本当に収穫体験をしてからおにぎりにするのにすごくハマって、家でもこのお茶碗に入れて食べるのも好きだったんですけど、最近は一回お塩を手につけて自分の手で握って食べるのにすごいハマってます。塩結びにするのにすごいハマってますね。まさにお米自体をよく味わって食べている、はい、ということなんですね。ではいただきます。わーい、おー、ほかほかです。炊きたてですね、どうぞ。まず見た目も結構粒がしっかりしていてとても綺麗ですね。ではいただきます。あーうん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 、二口目いきますか。あ、いきました。笑顔ですね、いい笑顔です。そして三口目もいく。上手に、上手につかみたい、すいません。シュー、あーうん、実は今年、ちょっと恥ずかしい、今年私30を迎えまして、大人に一歩近づいたなって思ってたんですけど、自分で収穫したお米も思ったよりちょっと大人の味がしましたね。